ゾンド2号とは、1964年に、ソビエト連邦が打ち上げた、火星探査機である。技術試験と火星の観測を目的としていたが、火星到達前に通信が途絶えたため校舎の目的は、果たせなかった。ゾンド2号の重量は8 9 0ラムで、設計は先に打ち上げられた、マルス1号を踏襲した。変更点として、 火星大気圏に突入する降下機が追加され、プラズマイオンエンジンの試験機6機を予備の姿勢制御エンジンとして搭載した。ゾンド2号は1964年11月30日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地からチャジョールイスプートニクとして高度 153X219km の宇宙大気軌道へ打ち上げられ、その後火星へ向かう軌道に投入された。 二枚の太陽電池パネルの片方が故障し、電力が半分しか得られなかったため、火星へ飛行途中の観測を中止するなど計画は制限を受けた。1964年12月8日から18日に、プラズマエンジンの試験が行われ、宇宙空間での動作が実証された。1965年の初めには、軌道修正を行い、 火星から数千キロメートル以内を通過する軌道に乗った。しかし、同年4月から通信システムが異常を示し始め、5月5日に更新が不可能になった。探査機は、同年8月6日に火星から1 5 0 0トルの距離を通過し、太陽周回軌道に入ったが、惑星の観測は行えなかった。 ゾンド2号の打ち上げ直前の1964年11月28日、アメリカの火星探査機マリナー4号が打ち上げられた。マリナー4号はゾンド2号を追い越し、7月14日から15日に火星近接観測を世界で初めて成功させた。ありがとうございます。